こんにちは、ハワイトーコナです。今日もいい天気です。今日はですね、こちら戸建てでございます。コナの、中心タウンから結構すぐ近く、高台を登ってきたところにあります、コモハナカイというサブディビジョンなんですが、こちらですね、3ベッド、3バス、プール付き、敷地面積はおよそ440坪ございます。このコモハナカイというエリアはね、非常に静かな、まあ閑静な高級住宅街というか、サイドウォークがね、こういうふうにちゃんとある、歩道があるのが結構私はポイント高いと思うんですね。お散歩してたりね、ワンちゃん連れてたり、子供が歩いてても安心ですよね。歩道があります。見事なビューですよ。建物は、1988年築です。ところどころリノベーションされているようです。建物は3ベッド3バスで、およそ170平米とのことです。こんな感じでもうすでにちょっとプールとオーシャンビューが見えてます。あっち後で行きましょう。外にここにランドリーですね。洗濯機と乾燥機、あとホットウォーターヒーターがあります。ちょっとね、こういうドア一つ見てもちょっとレトロな感じですが、中見てきますね。はい、玄関から中に入ってくるとこんな感じで非常に高い天井ですね。開放感たっぷりです。でキッチンですね、ちょっとキッチン見ていきましょうか。大型の冷蔵機と、冷蔵機だって、冷蔵庫、給水器もついてます。ちょっとダークなトーンですね。でもこれ結構新しくなってんじゃないかな。新しめです。うちよりも綺麗ですね。あ、ソフトクローズですよ。これ赤く見えますけど茶色ですね、赤茶色。カウンターもこれちょっと石っぽいおしゃれな感じです。これキッチン新しくなってますね。うん、綺麗です。キッチンのビューもいいじゃないですか。オーシャンビューです。流しの横、ここ流しだったんですけれど、食洗機ですね。床はこのようにタイル張りになっています。そしてここがアイランドですね。アイランドになっていて、ここにオーブンがあります。でこちらがちょっとしたダイニングスペースとリビング、非常に高い天井です。これいいですね、開放感がとってもあります。面白い作りですよね。こうやって一段低くなって、ここはフローリングなんですけれども、ここがリビングスペースになってます。面白い、面白い作りですね。で階段が2段ほどあって、こんな感じですね。で今降りてきたんですけど、あちらにこうキッチンがある感じです。エアコンはあのようにセパレートでついてますね。広い、すごいゆったりしてます。ゆったりとした作りのリビングエリア、放射線状にベッドルームが点在しているのかな。ちょっとベッドルーム先に見ていきましょう。はい、一つ目のベッドルームです。屋根が新しくなってるんですね。であと内装もここ塗り直しされているようです。家具付きで来るのかな、ちょっと調べておきます。床綺麗な、これフローリングですね。木ですね、ちゃんとした木だと思う。違うかな。こんな感じで、さっきのリビングを見るとこのように見えます。はい、一つ目のバスルームでございます。キッチンと同じように
リノベーションされてますね。これなので読みからいくと、これもソフトクローズだと思うんだけど、イエーイ、こう同じですね、素材が。バスタブもありそうですよ、これは。うん、バスタブがありますね。こちらが一つ目のバスルームでございます。で、その隣に2つ目のベッドルームがございました。エアコンがついてますね。なんかまあ非常に趣のあるこのタンス類、なんでしょう、家具が非常に個性的ですね。こんな感じで高い天井です。あの上にもなんか収納できそうですね。ちょっと面白い家具です。天井高め、これいいですね。壁も綺麗に塗り直されています。とても個性的な家具でございます。この先がバスルームでしょう。床が新しくなってるかな。あ、バスルームもこれ全部新しくなってますね。ダブルシンクです。うん、とっても綺麗。ちょっとした収納があって、こちらはおそらくシャワーじゃないかなと思いますが、シャワーですね。うん、でも綺麗なタイルです。はい、こちらが2つ目のシャワーでした。もう1セットあるかな、もう1つベッドルームとバスルームがあると思うので、ちょっと探索していきましょう。はい、3つ目のベッドルームに来ました。エアコンがあんな感じでついてるんですね、ポータブルのやつ。床はこの白木調の、あの人気の白木調に新しくなってますね。で、その横がバスルーム、ここもタイル新しくなってます。これもお揃いですね、全部おしゃれにリノベーションされてますよ。電気なんかも新しくなってますね。バスルーム一つとっても天井がこうドドーンと高いのがすごくいい感じです。真っ白に塗り替えられてて綺麗ですね。こちらにはバスタブもついてました。シャワーヘッドも新しいですね。あの右手のドアが母屋だったんですけど、あそこをガンと閉めて、こっち半分をここを賃貸にすることもできるんですね。これここにカウンターがあって、キッチネットになってるんですよ。こんなオーブンはないんですけど、まあ、流しとレンジ類とキャビネットと冷蔵庫と全部ついてますね。ここを貸し出しすることができそうですよ。かなりの広さありますね。ここがリビングになります。この部分を賃貸できるかもしれませんね。ドアが別になってます。こんな感じでね。なるほど、入り口も別になってるんですね。はい、こちらが離れの、離れというかくっついてるんですけどね、ベッドルームでございます。あ、ベッドルームじゃない、リビングルームでございます。かなり広々としたリビングです。そして今リビングじゃないよ、ラナイに出てきたんですけど、ここに大きなダイニングセットがあります。この手前が、ここのところですね、先ほどの、貸し出しできるんじゃないっていう空間ですね。ここの部分は屋根がついていてね、お食事とかいろいろできますね。そしてプールですよ、やっぱり。結構な大きさですね。
はプールがついてるとそれだけで値段がぐんと上がるんですけれども、建物自体が、若干やっぱり作りが古いですよね。1988年という感じで。ですけれども、キッチンのキャビネットですとか、それから、バスルームのキャビネット類、いろんなところが細かくリノベーションされておりました。敷地は全体で440坪、建物は3ベッド3バスでおよそ170平米ございます。見事なオーシャンビューですね。こちらの物件は、ハワイ島コナの、高台にありますコモハナカイというところ、サブディビジョンにある戸建てなんですが、お値段が 1.350 ミリオン、円安が止まらないですね。今朝見たら149円とかすごいことになってるんですけど、日本円ですとおよそ2億円での販売です。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではハワイ島コナからでした。皆様良い一日を。